こんにちは。今日は繰り返しとる行動の中に未来へのステップもある、こちらお話ししていきます。前回はね、こうという運命、自分の中で変えることがない、どうしてもいつも巡ってきてしまうことだったんですが、今回はこれとは別、ちょっと違う角度から話していきます。なぜこんなことをしているのだろうか、疑問を感じながらも続けてしまう行動はありませんか？必要があるから続けるのですが、この必要性が潜在意識から命令が出ているものは、潜在意識では認識ができません。突然の水を飲みたくなり、500ml を一気飲みすることがある場合、熱中症から体を無意識に守ろうとする力が働きますが、このように何か未来にあるから起こる行動と理解してください。逆にこのなぜこんなことをしているのかという行動を顧みると、自分が未来にすべきことの片鱗が見えてきます。例えば漫画をひたすら読み続けて漫画評論家になる人のように、オタクと言われる人は実は専門職へと一段階アップする可能性を持っていますし、宇宙レベルが上がると今まで趣味だけでなく自己中心的な性格やわがままさえも何かのこだわりや個性として昇華する可能性があります。もちろんオタクや趣味の収集家、あなたの変なこだわりさえも何かをつかむために必要なのかもしれません。まとめ、今は肯定することで置いておきましょう。時期が来れば開花するかもしれません。はい、今回こちらお話ししていきます。今回の文章詰めすぎですね。いろんな角度から書きすぎて例題に統一感がないなと反省していますが、ついてきてください。まず潜在意識が働いてるから、あなたはその行動をとってるんだよというところで熱中症のお話をしました。というのは今年熱中症多いので、突然喉が渇いてポカリスエットやアクエリアス、水を買って一気に500飲みました。アイスコーヒーを買って無意識のうちに一瞬で飲んでしまいました。こういう時は要注意です。確実に潜在意識から具合悪くなるよ、早く水分取って体冷やして、体が熱くなってるよ、血液が熱くなってるよというメッセージです。これを見逃すと気持ち悪くなって意識がふーっとなくなって倒れることがあります。しかし人間は意志が強いので、倒れる場合家までたどり着いてから倒れることが多いんですね。すなわち帰ってから眠くなって意識が飛ぶってやつです。これとっても危険なので、喉が渇いてやたらと水分が欲しいとき、確実に熱中症を起こしていますから、もう少し体と向き合ってください。これはあくまで危険を知らせるメッセージの方です。今回はプラスを伝えるメッセージのお話です。熱中症はここまで。プラスを教えるっていうのは何かというと、未来への仕込みがもう始まっています。もう何年も何年も前からあなたが未来にすべきことの仕込みは始まっているんですが、この仕込みを理解するにはまだまだ先になるんですね。例えばその時代に繰り返してきたこと、これが王の時代につながっているのかという問題を以前話したことがありますが、やはりつながっています。全くまっさらなところで自分の才能を発揮する人っていうのは少ないですね。
何かしらちょっとイレギュラーでこうねじれた形で繰り返し学んできた状態がベースにあって、ここに自分の本来の魂の中にある才能、自分の中がで繰り返し何度も何度もしてきた職業、こちらにつながっていくようです。ですから今の時期これがどんな風に現れるかというと、変な癖、癖というのは思考の癖ではないです、ついやってしまう習慣。例えば春菜は小説を読みます。気づくと6時間8時間経っています。時間というものが飛ぶんですね。1時間か2時間も読んだら普通飽きるじゃないですか。気づくと読み続けていて、それこそ iPhone の自動読み上げ機能まで使ってこちらで声で読んで、目でまたその先を読んで、次のページ読んでみたいな、何やってるんだろう私と思うようなキーな行動を取り続けています。多分将来文章をやはり書くのかなと思うんですね。こういう人はひたすら文章を見続けるという時期に入っています。これ例題になりますかね、皆さんの。全く環境が違うのでそれぞれが、例題もちょっと厳しいものもありますね。例えばわがままや自己中心的なものが個性になるって書いたんですが、これ理解できないですよね。あの自己中な人がどうやって個性になるのとか、このわがままな人がなんでワンランクアップしてこれがこだわりになるのって今の段階で思うと思うんですね。しかしレベルが上がってくると、このこだわりとかわがままさとか自分しか見えない性格、まあ、自己中心的っていうのは自分しか見えないわけですよね。これが何かを掘り下げていくわけです。今はまだわからない、まだ先という段階ですね。ということで今回この題材を挙げたかったのは、なぜ私はこんなことをしているの、こんなことしている暇はないのよという人へ向けたメッセージ。こんなことをしている暇がないというような繰り返す動作はあなたの未来につながっているから、やめたり否定したり腹を立てたりしないでやり続けてみてね。ただし時間を区切って8時間、8時間超えない範囲で夢中になりましょうということが結論ですね。夢中になるとやってしまうんですね。14時間ぐらい読んでしまう。14時間どころかね、下手すると20時間でも30時間でも寝ては読み寝ては読みしてしまうので、ちょっと気が狂ってるなって自分で思うこともあります。このくらいの感覚のものを自分の中にあれば大事にしてください。ちょっと自分おかしいなって思うほどの何か、そんなもんないよ、毎日疲れ果てて生活に追われてますという方、ちょっと待って、生活に追われる中でやり続けてること、何時間も何時間もやってること、仕事かもしれないけれど、この何時間もやり続けられるということに価値があるんです、今回のお話は。だからあなたが働いてると思ってる中で繰り返し繰り返し同じことをやっても飽きずに働き続けられる、この繰り返し働き続けられることを見つめ直してください。
少し過去を振り返って、これと似たパターンは繰り返してるなということを探してください。今月はぐるぐる回る、回転するっていうエネルギーなので、この繰り返されるということをね、使ってみたいと思います。もう5月も終わるので、6月の、4日5日6日あたりからね、節気が終わると新しくな、あのお金実りというねエネルギー入ってくるので、また今とは違うエネルギーに変わります。今日はここまで。またねー。